皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もダークソウルリマスターと遊んでいきましょう。さあ前回ですね、 DLC エリアのボスマヌスを倒したところ、で今日はいよいよラスボスに挑んでいきましょう。いよいよですね、大体プレイ時間でいうとね30時間ぐらいかな。で編集込みで10日ぐらい行こうか。まずフラント、これね多分そこ落ちていけるんだ。一応話す。I am pleased to see you well. Is it something urgent? アイテムを食べさせる。あ、これ知らんかった。これなんだろう。転送もできる。Very well. これ下ね。Stay still for a moment. ニュースと、アイテムを食べさせる。ちょっとググっておきます。さあここで待ってね。これか、器に斧のソロを捧げる。合計4つ。で開きました。この先か。行ってみよう。待ってね、そこに人がいる。これは鉄キラなのか。あ、違うわ。なんかゲームっぽい。これ黒騎士か。さあ新エリア、最初の火の炉。これダクソ3でもあったっけ。全く同じ名前で最初の火の炉。あとね、そこに一人いますね。黒騎士かな。で、これ何？骨かなんかかな。ドラゴンでしょうか。こっちにも。さあ、来ました。こいつは剣士タイプ。ここはそうね、パリかな。待ってね。モーション見てからやっていく。はい、よし。さあ、ぶっ刺し。もう一発か。ここいいね。これマラソンできんじゃない？もしかして。黒騎士マラソン？ OK。さあ、まず一人目。アイテムは出しますね。くさびしの塊。これうまいぞ。で次の方、これ柱か。腐食している。次そこに一人。ダクソもね結構3とねつながりがあるんですよ。 BGM とかね、まあ、設定もそうなんですけど BGM 熱いね。アレンジ BGM で、これ体験タイプ。よし、今度この子ね、フィギュアが出ます。体験タイプの黒騎士。で、黒騎士の体験。これをゲット。これ初めて。黒騎士武器もね、運でドロップするんですね。確率で。なんで、まあ、序盤に結構強い装備を入手できるっていうこともある。さあ、ここにメッセージ。これ何？この先落下あり。あ、ここね。落下に注意。これはハマるだろう。これちょっと待ってね。部屋の電気を真っ暗にする。よしと。これ見えないんだよね、本当に。癒される。こっち。こっちなんもないか。ですね。そこね。コロシアムっぽいところ。行ってみようか。
さっきまでね、手の人と PUBG をやってたんですけど、サーバーがね、落ちたの。なんでこっちに浮気しに来ました。ラスボスに。あと、こっち行けませんね。あ、待って、ここでか。マジか。はい、よし。さあ、いただき。これ、下手に裏取るとまずいかな。待ってね。あ、ミスったくそ。おい。おい、来たろ。ちょっと待って、スタミナ。あー。自決していった、マジか。アイテム取れねえや。あとね、すいません。ここにね、アイテムありました。こっち側ね。ここのですね、この方。この方がね、アイテム持ってた。で、何かと言いますと、黒騎士装備。これですね。これ見ていこうか。ロードラを彷徨う黒騎士たちの兜。グイーンは棺に旅立った時、騎士たちは多い、再び起こった火に焼かれた。以来彼らは灰となり、世界を彷徨い続けている。これ、ダクソ3の主人公に通ずるものがありますね。彼は不死の灰だった。一応見ておこうか。黒騎士装備。銀騎士に比べて若干重い。ただ多分強化すればだいぶ有能だと思う。こういう感じ。あ、これかっこいいね。黒騎士装備。あ、危ね危ね。びっしょびっしょした。あ、大丈夫か。危ね。はい。こういう感じです。で、ソウル2000。さて、次は下か。こっちがいけない。これ多分灰だよね。行こうか。PUBG ね、結構サボ落ちますね。特に週末かな。やっぱ人が多いんでね。さあ次、斧タイプ。斧さんか。あー待って、一発重い。よし。さあバックスタブ。からの、底が使えない。右の底ね。危ない。よし。で、アイテム。白草美酒の塊。おし。で、さらに、このね、この武器がすごい強いらしい。斧装かな？斧槍って書いて斧装ね。これがとんでもない強武器らしいんだ。欲しいけどな。多分落とさないんじゃないかな。そう簡単に。あれ結構硬いね。よしと。あ、出ましたね。黒騎士の斧装。これ、ちょっと待ってね。装備できるかな。黒騎士の斧装。あ、必要筋力32か。今の倍手前ぐらい。自分今回体力と持久マンですね。筋力全然ない。32か。覚えておこう。まあ2周目とかに。有効ですね。弱点はパリー。この先嘘つきあり。行こうか。弱点はパリー。みんなパリー行ってますね。さあ、これはラスボスか。滝技能グイン。やりようか。グインとの初バトル。あ、待ってる。これ結構強いと思う。投げ技か。これ3でもあったね。王たちの化身だっけ ?3 は。あ、でも待って、これ体力めちゃくちゃ多いぞ、こいつ。これはパリーゲーなのか、もしかして。ちょっと待ってね。回復しよう。ちょっとパターン覚えて死にたい。よし。投げ技ね、結構狙ってきますね。おし、パリいった。なるほどね。今のはやりやすい。2発目か。となったらレイピアか。これにして突っついていく。あ、まずい。蹴りを放ってくる。おし。で、ぶっ刺し。これはパリーですね。使わないと、だいぶきつい。おし。一発目。ただ、パリーで倒してしまったのももったいない。普通にこう、付き合いたい。で、割とやりやすいっていう。よし。さあ、つっついて。まずい。はい、3発目。よいしょ。さあ、残り1発。
これ飲んで、最後これ普通に突っつこうか。パリは良そう。よし。あ、でもこれパリつかないつかないで、これ結構きついぞ。待ってね、回復したい。投げを誘発して、危ない、回復いって、投げた、爆破する。パリしときゃよかった。いや、これはね強い、効果力、回復の暇がない。こっか、投げんときに回復して、で、つつく。避けるんか。パリ、すまぬ。使いました、パリを。よしよし。滝のグイの僧侶。で、彼もなんか亡者っぽくなっていた。さあ、これで僧侶7万。とさらにかがり火か。頑張れよ。喜び。この先絶望あり。でね、多分本作マルチエンディングになってると思います。2種類かな。ダクソ3もそうだった。さあ2戦目、これな、パリ封印してこれ勝てる？ちょっとやってみようか。結構ねきついと思うよ。一発殴ってこれか。あとこの連撃ね、連撃をこうどうかわすかっていう、スタミナが単純に持っていかれる。あ、でもいけないことはなさそうですね。投げ技、パリちょっと封印してやってみようか。あれはね、さすがに簡単すぎるというか残念すぎるよね。あー、ちゃい。もうちょっとこう、命の奪い合いをしたい。あ、3発目来た。4発目来る。あぶねー。回復しておきたいですね。ツッコミ、あ、いい。投げ技を誘発するか。待ってね。ツッコミ来るかな。怖え。待って、回復。あ、回復すると来るんだ、これ。うまいな。あ、ですね、やっぱり。回復すると来るわ。ちょっと頼むで、これ。マジか。今。2発ぐらいガブ飲みする。よし。さあ、ちょっと強引に回復して。これ、パリなし、これ、きついな。4発目。いけなくないと思うけど、きついと思う。危ない。で、回復した瞬間にすごい元気になる、この子は。ウッキウキでやってくる。あ、危ない。待ってね、回復したい。これは回復だろう。四角を押した瞬間に来る、この子はもう、そういう子です。ほら、来た。これどうしようかな。どのタイミングで回復するか。一発パリ、でもパリ封印したいんだよな。岩陰か。ここでこう回復する。あ、なるほどね。あー、危ない危ない危ない。あー、待ってね、スタミナ。さあ、溜めて。一発はこれでかいもんな。持っていき方がえぐい。無駄にこれ長期戦になるんで、パリ使おうか。やっぱりやっぱこれ綺麗の方がね楽しいよね。あー、これいったんじゃない。あ、死んでない。
どうしようかな。ちょっと落ち着いて回復したい。怖すぎない？よし。ミスった。いや、パリですね、この子は。裏取って。よし。これ回復かな。ちょっと回復しよう。OK。慣れてきた。はまりましたね、グインさん。で、この子は割と身長普通なんですね。投げくる。で、かわしてからの、再びパリーして、切っていく。いける、もうちょい。よし。さあ、これで、2周目。2周目のエンディング。これがですね、ここにこう火を継がないって言うんだ。で、ソウルもらって、これは無視して帰ります。このかがり火を。さて、帰り道。どっち？こっちか。この火を継がずに帰ると、これどうなるんだろう。My lord, bless thy safe return. Let Karth and Frampt serve your highness.We are here to serve your highness. Let true dark be cast upon the world. Our Lord hath returned.さて、いかがだったでしょうか。ダークソウルリマスタード。プレイの開始時はですね、グラフィックだったり操作感にやや時代を感じたんですけども、マップの構成や敵の配置、あとはボスの難易度なんかね、今遊んでも全く色褪せない魅力がそこにはありました。で、実は本作をクリア後に、過去に動画をアップしたダークソウル3、あの作品を4時間ぐらいかな、最初からババッと始めてみたんですけども、どっちかっていうとね、自分はこの初代ダークソウルの方が作りとしては好きかもしれません。ただダクソ3にはこのダクソ1の設定を理解しておくとさらに楽しめるポイントっていうものがね、いくつか存在しています。で、動画を見たりしたことでソウルシリーズこれからやってみようっていう方もね、多分いらっしゃると思うんですよ。なので、そうした方はぜひこのダクソリマスターをまずは遊んでみてください。あと、ラスボスの撃破は強制的に2周目突入になっています。なので、 DLC の攻略を考えてらっしゃる方は今回の自分と同じようなルートがおすすめです。ラスボスを倒す前にウラシルの宵闇さんに会いに行くっていうあのルートですね。また、本作はストーリーの多くを語らないということが魅力の一つでもあります。しかし、語らなさすぎて、あれ結局どういうことなの？あれ結局何だったの？ってなってしまう方が出てくるのもまた事実。ぜひ皆さんもですね、一回ご自身で考察サイトなどを巡るためにこれから出てみてください。ネットを見ていて個人的になかなかいいまとめだなっていうふうに思った記事がいくつかあるんですね。で、そのうち二つを紹介させてください。まず一つ目が、ダークソウルクリアしたけどストーリーがいまいちわからないというまとめ記事。このフレーズで検索すると出てきます。で、それともう一個、リノートというサイトのダークソウルのネタバレ解説まとめという記事。本作ね、実はすごいしっかりしたストーリーとかと設定があるんですね。ただ語らないせいでね、わかんないんですよ、多くの方が。なので一回は考察をね、読んでおくといいと思います。ちなみにゲーム中特にきつかったボスは金のガーゴイルでした。あれ何回死んだかな？多分6、7回ぐらい死んだと思う。あと、スモとオンスタインね。あっちの方が死んだからもしかして。それと、最も精神的に疲弊したエリアは、ショーロンド遺跡でした。あそこね、やっぱ暗い上に幽霊がちょっときついね。壁の中にいるし、追っかけてくるし。それと、強敵のダークレースラッシュね。あのリンチはね、辛かったな。で、それとは別に、皆様が特に印象に残った会やボス戦などありましたら、ぜひコメントに残していってくださると嬉しいです。あと、フロムの現社長、そして本作のディレクターの宮崎秀隆さん、
彼の新作は赤狼になるのかな。あれもね、今からすごい楽しみですね。忍者死にげっていう感じかな。でですね、この後にプレイする作品がまだ実は決まっておりません。ただ夏ってこともあるので、やっぱりホラー系作品がいいかなというふうに思っています。何かしら怖いのを織り交ぜていきますね。これからもぜひ楽しみにしていてくださると嬉しいです。はい、というわけで最後までお付き合いくださり本当にありがとうございました。また何かしら別の動画でお会いできることを楽しみにしております。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。そしてこれからですね、動画のパート1と最終回で支援者様のお名前を掲載予定です。これ以外にも今回掲載できなかった支援者様、グッズご購入者様、そして全ての視聴者様、本当にありがとうございます。よかったら YouTube のスポンサー機能か、もしくは Pixiv ファンボックスにてご支援いただけると嬉しいです。詳細は動画説明欄か、ハイロンの Twitter をご覧ください。Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away.To await the end of the world. This is your fate.